コチャンネル、始まるよー。キヨのホームページを勝手に乗っ取るな。第一紀元素科学工業様のホームページでした。そんなわけで今回は原子番号40の繊維金属元素、ジルコニウムの科学小話をしようと思うよ。ジルコニウムはチタン、ハフニウムと同じ4族の元素で、自然界には珪酸ジルコニウムを主成分とするジルコンや、酸化ジルコニウムを主成分とするバデライトなどの鉱物として存在しているよ。特にジルコンは無色、黄金色、赤色、茶色、青色、緑色など様々な色のものがあり、古代から宝石として知られてきたよ。ジルコンは屈折率が高く、結晶をカットして研磨すると強く輝くため、特に無色結晶はダイヤモンドの代替品や模造品として使われてきたよ。ある意味、大昔から利用されてきた元素なんだね。ちなみにウプ主が調べた範囲では、ジルコンに色々な色のものが存在する理由は、実ははっきりしていないらしいよ。もし関連する文献など知っている人がいたら教えてほしいよ。なぜこんなにも差がついてしまったのか。慢心、環境の違い。とりあえず慢心のせいではないと思う。ジルコニウムを新元素として発見したのはドイツの科学者マルティン・グラプロートで、彼は1789年にジルコンを分析する過程で、ジルコニウムをその酸化物であるジルコニアの形で、ジルコニウムを分離したよ。なお余談だけど、グラプロートは同年にウランも発見しているよ。後述するけど、両元素は原子力分野で欠かせない元素になっているよ。1789年って、フランス革命勃発の年か。なんかその時代にジルコニウムやウランが発見されてたって不思議な感じがするね。ちなみにジルコニウムという名前はクラプロートがジルコンにちなんで付けたものだよ。なお余談だけど、さらにジルコンの名前の元をたどると、無色や薄黄色のジルコンがジャーゴンという名前で呼ばれることが転じてジルコンに通じていて、さらにジャーゴンはペルシャ語で金のようなものを意味するザーゴンに由来すると考えられているよ。だからジルコニウムという名前はその元をたどれば、黄金のような元素とでも言うような感じになるよ。なお実際の金属ジルコニウムはこんな見た目をしているよ。30点。輝きに多少の黄金感はある気がする。さて、グラプロートはジルコニウムを酸化物として単理するところまでしかできなかったけど、35年後の1824年になってやっと、ベルゼリウスがカリウムとヘキサフルオロジルコン酸カリウムの混合物を加熱することでやや純度が低いながらも金属ジルコニウムを粉末として得ることに成功しているよ。これまたよくわからん化合物で、よくわからん実験をしてるね。1925年になると、オランダの科学者のアントン・ファン・アルケルト・ヤン・デ・ブールが溶化物法という、金属を要素と反応させ溶化物にして生成。その後熱分解で金属を取り出すという手法を開発して、これでやっと、十分に純度が高く、塩性のある金属ジルコニウムが得られるようになったよ。ちなみに現在では金属ジルコニウムはチタンやハフニウムなどと同じようにクロール法を用いて、非塩化ジルコニウムを金属マグネシウムで還元することで製造されているよ。酸化物が単離されてから純粋な元素が得られるまで200年以上かかったんだね。ジルコニウムは金属元素の中でも還元されにくい元素の一つで、それに苦労したことが伺えるね。さて、ここからはジルコニウムの用途の話をしようと思うよ。まず金属としてのジルコニウムだけど、これは主に核燃料の被覆管として利用されるよ。燃料棒から放射性物質が外部に漏れ出さないようにするための覆いだよね。被覆管の素材は運転中の高温に耐え、被覆管内に残存する気体化合物や核燃料から発生する気体の放射性物質による内圧の上昇に耐え、高温でも核燃料やその冷却剤である水と化学反応を起こさず、熱伝導率が高く、中性子を吸収せず核分裂反応を妨害しない、可視化構成も良い、など様々な条件が求められるよ。そして、これらの条件に合う材料として、ジルコニウムに少量のスズトウを添加した合金であるジルカロイが核燃料の被覆管に広く利用されているよ。また、以前ハフニウムの動画でも話した通り、ジルコニウムには性質が似通っているハフニウムが不純物としてよく含まれているけど、被覆管用に用いられるジルコニウムからはハフニウムを徹底的に除去する必要があるよ。それはなぜかというと、ジルコニウムが中性子を透過させやすい元素であり被覆管に使うのに最適な元素であるのに対して、ハフニウムは中性子を非常に吸収しやすく、これが被覆管内に存在していると核分裂反応が阻害されてしまい、反応の効率が下がるからだよ。
ハフニウムは、むしろ、核分裂反応を停止させる際に中性子を吸収するための制御棒に使われているよ。性質が似ている元素同士なのに、中性子に関しては真逆の性質なのは面白いね。ただ、ジルコニウムは900度よりも低い温度では水と反応しないけど、それよりも高い温度では水と反応して酸化、腐食してしまうよ。これが事故につながったのが、2011年の福島第一原発や、1979年のスリーマイル島での原発の爆発事故で、いずれの場合でもトラブルで燃料棒が冷却水から露出して温度が上昇、その結果、被覆管が水蒸気と反応して水素ガスが発生し、爆発したよ。温度が上がりすぎてしまったせいで水とジルコニウムが反応して水素ガスが発生してしまったんだね。ただ、爆発が起きたことはジルコニウムという素材が悪かったというより、原子炉の安全対策に問題があったことを原因とするべきだと思うよ。さて、他にジルコニウムはジルコンやジルコニアの形でよく利用されるよ。ジルコンは急激な温度変化に強く、高温でも高い強度を維持できる素材として、耐火レンガや砂型鋳造の鋳型などの高温用の材料に使われるよ。また、陶芸の分野ではジルコンは焼き物に乳白色を出すための釉薬としても使われるほか、ジルコンにバナジウムを雇用させたバナジウムジルコニウム青、鉄を雇用させたサーモンピンク、プラセオジムを雇用させたプラセオジムイエローなどが、釉薬用のセラミック顔料に使われるよ。高温での用途が多いね。その他だと、ジルコンは強度や化学的安定性を生かして研磨剤や、粉砕用のセラミックビーズなどにも利用されるよ。もっとも、こういう用途にはジルコニアも利用されるけどね。ネットで調べるとジルコニアも耐火材料とか断熱材に使われるって書いてあるけど、それもジルコンに似ているね。確かにジルコニアもジルコンに負けず劣らず融点が高く、耐火材料や断熱材等に加えて、自動車用のブレーキパッド用の摩擦材、製鉄用の連続鋳造ノズルなどに使われるよ。ただ、これらは純粋なジルコニアではないよ。ジルコンが急激な温度変化にも強いのに対して、ジルコニアは温度により結晶形が変化して大きく体積が変化するため温度変化に弱く、そのため、耐火材料としては適さないとされていた時期もあったよ。だけど、酸化カルシウムや酸化イットリウムを安定化剤として添加することで体積変化を抑制できることが明らかになってから、ジルコニアも高温用の材料に使われるようになったよ。似てる用途に使われるけど、性質は大きく違う点があるんだね。似てるといえば、さっきジルコンが宝石としても取引されていることを話したけど、ジルコニアもジルコニアダイヤモンドとしてダイヤモンドと見た目が類似した、リーズナブルな宝石として取引されているよ。こっちも綺麗だね。ジルコニアはセラミックスとしては代表的な素材であり、身近なところでは、セラミックス製の包丁やハサミとして使われていることを知っている人もいると思うよ。セラミックスのハサミはよく切れるし長持ちだけど、あれもジルコニウムだったんだね。また、光ファイバー分野でも、コネクターで光ファイバーの先端部を固定するフェルールや、アダプターでコネクター同士が接続するようにサポートするスリーブにイットリアで部分的に、安定化したジルコニアが使われているものがあるよ。ジルコニウムはヤング率が小さく柔らかいので光ファイバーとの密着性が良く、フェルール単面同士の接触性も良く、人性が大きいため税制破壊を起こしにくいので、そのあたりを生かしての用途となっているよ。ジルコニアが柔らかいって表現に違和感を禁じ得ないんだが、あくまで、この手の用途によく使われるアルミナと比較しての話だよ。アルミナとジルコニアで柔らかさを比較するような場面に出会うとは思わなかった。もうちょっと科学的な特性に注目した用途だと、イットリア安定化ジルコニア、YSZ が酸素イオン導電性を有するので、酸素センサーとして、自動車の排ガスの成分の分析などに使われるよ。酸素センサーはジルコニアの両面に多孔質電極を設けたもので、片側を待機、反対側を排気ガスにさらすと、濃淡電池の原理で酸素濃度の差に応じて、ジルコニアを通って酸素イオンが移動し、それに伴って発生する起電力を測定することで、測定対象の気体中の酸素濃度を測定するよ。自動車業界でもジルコニウムは大切な元素なんだね。類似の用途に、以前にスカンジウムの化学小話でも触れた固体酸化物系燃料電池、SOFC があるよ。SOFC の固体電解質には高温耐性と酸素イオン伝導性があり、かつ薄くても高強度の素材として、YSZ やスカンジア安定化ジルコニアが利用されるよ。
また、水素などの燃焼が起こる燃料局にも ISZ などの酸化物を混合したサーメットが用いられるよ。様々な先端分野でジルコニアは役に立っているんだね。最後に、自動車関連で忘れてはいけないのは排ガス処理用の三原触媒だよ。三原触媒の活性成分は白金やパラジウムといった白金属金属なんだけど、ジルコニアはセリアとの雇用体として、三原触媒の助触媒として働いているよ。具体的には CO や炭化水素などの酸化反応には雇用体が酸素を供給して、NOX などの還元反応では酸素を急増することで、活性成分の触媒活性を飛躍的に向上させるよ。ガソリン自動車が使われているうちは、まだまだジルコニウムにお世話になるね。そんなわけで、以上がジルコニウムの科学小話だったよ。いろいろな先端用途に使われながら、宝石だったり、金のような元素と言われたり、人を惑わす元素だね。ウプ主は宝石とかほとんど縁がないから、あまりそうは感じなかったかな。やっぱり、主にセラミックスとしていろいろな身の回りに使われている方が印象に残ったかな。なんか毎回同じようなこと言ってない?ウプ主がムキだから動画を作るたびに発見が溢れてるんだよ。それはそれでどうなの?それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。